こんにちは、ザッピーです。年末も近づいてまいりまして、まあもう年末かな。僕もですね、ちょっとのんびり進めたいと思ってまして、今日はですね、のんびりトピックになります。まあ、無理にね、ご覧いただくほどの内容ではないですので、時間があればということにしてください。で今日はですね、ハローグッバイの、まあ皆さんおそらく知ってらっしゃるような情報を、自分としては楽しみながら取り上げたいと思うんですけれども、まずはこちらをご覧ください。これはですね、もうおそらく皆さん知ってますね。アリス・ター・テイラーっていうですね、ブライアン・エプスタインのアシスタントをやってる人が、記憶として語っていることなんですけれども、1967年8月に起こったことを語ってるわけですね。読んでみます。ポールの退屈しのぎに自宅に呼び出されたということらしいんですけれども、家ではポールに作曲経験はあるかと聞かれたと、あるわけないと答えるわけなんですけれども、めちゃくちゃ簡単だぜってポールが言うので、バカなこと言わないでくれ、そんなわけないよと返答した。すると、じゃあ一緒に作ってみようっていうことになったと。まあ、古いハーモニウムがポールの家にあって、君はそっち側で僕はこっち側を弾くということで、鍵盤の、ね、右左に分かれたんでしょうね。どの鍵盤でもいいから弾いてみてくれとポールが言うので、弾き始めるとポールも合わせて演奏した。ポールが言葉を叫ぶから、君は逆の言葉を叫んでくれってことになったと。でポールが白と言うと私は黒、ポールが噛むと言うと私はゴーになってハローグッバイになった。5分くらいやってポールができたぞと言った。でそれ以来アリスターはこの出来事を忘れていた。11月くらいになってポールがオフィスに来て、新しいシングルだよって机に投げてきた。レノン・マッカートニーじゃなくてテイラー・マッカートニーの方がいいのかなとポールは、まあ冗談でしょうけど言ったと。でこの曲のメロディーが私との作業で生まれたかなどは私は全く記憶してない。まあおそらくそうじゃないだろうと。ね。この現場で作ったメロディーがそのままこの曲になったかどうかはわかんないっていうことですね。ただコンセプトはね、この時できたんでしょうけれども。で、ビートルズの周りでは音楽、メロディーなんて、5月に湧き出す虫のようにいくらでも転がっているようなものだからということで、簡単にできてしまった曲だよということをこのアリスター・テイラーは言いたかったようですね。全く苦労なく遊びながらできたんだということです。まあ実際にですね、この曲だけじゃなくて、まあ、ポール・マッカートニー・ジョン・レノンはですね、まあ極めて簡単に曲を作ってしまっていたわけなので、まあそのうちの一つの出来上がりサンプルとしてはとてもいい話なんじゃないかと思いますね。あのポール・マッカートニーが住んでいたアビーロードの近くのね、キャベンディッシュ・アベニューっていうところにあった家での出来事だと思うんですけれども、何曲も作ってますよね、ポール・マッカートニーはね、こういう形でその家でね。面白い話ですね。でそれから割とね気になってるんですけれども、テイク16だったかな、あのアンソロジーに入ってるバージョンありますよね。でその中では、未完成の段階ではジョージ・ハリスンが頑張ってリードギターを弾いてるパートも聞こえるわけですね。まあ、下の方にリンクがあれば貼っておきますけれども、まあ、お忘れであれば聞いてみてください。でそのリードギターが入ってるバージョンを結果的に使わないで、出来上がりっていうのはリードギターパートが差し替えられてるわけですよね。まあ、あのドレミファソラシドのところは残ってるんですけれども、それ以外はあのスキャットというかボーカルにですね、変わってるわけですよね。それからですね、割と僕として面白いなと思ってるのは、このプロモーションビデオの方ですね。撮影されたのが67年の11月10日らしいんですね。当然ですけれどもサージェント・ペッパーは発売になっていて、まあ次もマジカル・ミステリー・ツアーに入ってたわけですよね。でこの撮影はなんか僕からすると高校とか中学校のね
学校の体育館みたいな雰囲気のところで撮影されているように思うんですけれども、調べてみると、オデオンコンベントガーデンというところで撮影されているわけですね。それは、ブライアン・エプスタインが所有していた劇場ですよね。ジミ・ヘンドリックスなんかもコンサートをやって、ポール・マッカートニーじゃなかったビートルズ全員もね見に行ったりしてた、場所ですけれども、まあ、ロックコンサートとしても使われていた劇場ですよね。まあ、そこで撮影されてるわけですね。で、この中で面白いなと思ってるところが僕としてはあるんですよ。まあ、特にジョン・レノンかな。もうとっくにメガネをするモードに入っていたわけですよね。丸メガネ。だけど、この中ではなぜかジョン・レノンはメガネを外してるんですよね。で、同時期に撮影されているマジカルミステリーツアーではメガネをずっとしてますよね。まあ、当たり前のようにこの前に、レコーディングされた、サージェント・ペッパーのジャケットでもメガネはしてますよね。まあ、本当に邪推ですよ。邪推ですけれども、もしかすると、結構トリップしていて、メガネを忘れたとか、メガネを邪魔に思って外したとか、そんなことがないかなとかいう気もしますね。なんとなくですよ。っていうのは、この、プロモーション動画の中ではジョン・レノン結構弾けてるんですよね。なんか曲と全く違うダンスしてみたり、ね、ゴーゴーダンスみたいな踊りもやってますよね。それから突然こうカメラを指さしてみたりとか、うん、まあね、他の人たちも結構騒いでるので、そんなにジョン・レノンだけがハメを外してるっていうわけじゃないんですけれども、まあそんな風に見えなくもないかなと思ったりしてますね。まあ、それからね、どうしてサージェント・ペッパーの衣装をここで使ったのかなっていう感じはありますね。サージェント・ペッパーはまあ出たばっかりで、それからリリースから数ヶ月が過ぎての撮影なので、まあなきにしもあらずだとは思うんですけれども、割とね、この曲「ハローグッバイ」のイメージが、僕はね、なんかサージェント・ペッパーのイメージになっちゃってるわけなんですよ、このプロモーションビデオによってね。なので、僕にとってはちょっと不思議だなっていう感覚になりましたね。まあ、ということで、本当にのんびりトピックなんですけれども、まあでもこれ作っといてくれてよかったなって改めて思いましたね。Now and Then のまあ、プロモーションビデオの方では本当にいい挿入動画になってますよね。ジョン・レノンのそれこそそういう冗談めかした動作もうまく入りましたしねその中でこう生き生きとしたジョン・レノンがNow and Then の中で蘇ってるのもなんとなく嬉しかったですね。 Now and Then によって僕はですね、ハローグッバイをもう一回振り返ってみようかなっていうふうに思ったきっかけになったので、もう年内に一回はやっておきたいなと思って今日はやらせていただきました。失礼します。